にゃほほほほほ、にゃほほほほほ。不治の病を患うバンパイア、星の宗手でござそうろう、借金。ケフはいつもと違うそうだでしょう。なんかね、なんか変なの。なんか変なのさ。例えて言うならね、なんかずーっとぼーっとしてるというか、霞がかかってるというか、もやがかかってるというか。低血糖症の悪化なのかな？それとも、もう栄養失調で脳が萎縮しちゃったのかな？怖っ！怖っ！ガクブルガクブル！どうしよう。12月4日にさ、そうたさ、強制入院か否かのさ、結果出るのにさ、こんなこと言ってたらさ、ダメだよね。どうしよう。みんなさ、わかる？知ってる？脳萎縮って。なんか栄養失調になっちゃうと、例えば過度なダイエットとかね、拒食症の人とかだと、脳萎縮が起こるらしいのね。まあ、読んで字のごとくだよね。書いて字のごとくだよね。脳が萎縮しちゃうの。小さくなっちゃうの。それが起こってんじゃねえかなって。なんか低血糖とはまた違う感じなんだよ。にゃー。どうしようこれ。なんか自分がさ、自分じゃないみたい。星野草太の感覚じゃないみたい。他の人格に乗っ取られる恐怖心みたいなのもあって怖いんだよね。こんな時ない？皆様の中で、もしね、草太はあれだよ。ダイエットとかもしないし、もちろん、常人の人よりね、太んなきゃいけないから、カロリー多く摂ってます。常人より。多分1日1万キロカロリーはね、毎日摂ってますよ。だし、まあ、病気のせいでね、胃腸がこう、うまく栄養吸収できないから栄養失調状態になってるんだけど、みんなの周りで拒食症の方、もしくは、過度のダイエットで、そういうふうな、症状になった方がいたら、ちょっとコメントとかメッセージで教えてくれませんか？本当に、例えるなら、脳がずっと霞がかってる感じ。脳がずっともやがかかってる感じで、なんか自分っていう人格が、こう、違う人格になっちゃうみたいな感じで、ぼーっとしてるというのが、今の僕の状態なんです。何こりゃ。何これ。怖え。角ボール。今さ、ほら、顔を見てわかるけど、だいぶこけてるでしょ？175センチのスペックを持っててですね、僕35キロなんですよ。だからさ、わかりやすく言うなら、160センチの人だったらだよ。22、3キロしかないの。やばくね？やばいでしょ。180センチの人だったら、どんぐらいかな。180センチの人で、まあ40キロ前後。やばくね？やばいでしょ。だって俺175あって、35キロだよ。35キロって、あれだからね。身長で言って適正体重は110センチとかだからね。にゃほほほほほほ。笑い事じゃねえけど、笑ってごまかす。病は気からだから、そうたはこんな時でも明るく前向きでいます。ぼーっとはしてるけど、明るく前向きでございます。そして、こんなもんぶっ飛ばして、そうたは音楽活動に邁進しますので、ぜひ対策を教えてくださいませ。
そうだの緊急報告でございました。告白がさ、暗礁に乗り上げちゃったってブログに書いたんだけどさ、ソロでもさ、ライブ出てほしいですか？もし、ソータがソロでも、ライブ行きますっていう人がいっぱいいるんだったら、リクエストが需要があるんだったら、ソータは1月14日キャンセルしないで、ソロでライブ入れたいと思ってます。その、皆様の、意見も、聞かせてください。それで、僕はライブ出るか否かを、決めます。では、よろしく。ぼーっとしてる。けど。マジいけない。そうだでーす！にゃー！転がっていこうぜ。